おはようございます。西田渉です。7月29日土曜日いかがお過ごしでしょうか。前日収録しております。こちら、写真10ゲイズですね。今日土曜日、皆さんお休みの方もいらっしゃると思いますので、暑いですけれどもね、熱中症にお体に気をつけながら、銀座、ライカプロフェッショナルスター東京にお越しいただけたらと思っております。並びに、写真集ゲイズも、プロフェッショナルスター東京にも、販売できるようにしてありますし、私の、オンライン、のサイトからも概要欄貼ってますよね。そちらからもご購入いただけますので、何卒よろしくお願いいたしますというところで、ソニーの、カメラ、また悩んでいますというお話を今日はしようかなと思ってます。何かと言いますと、本当ね、もう悩ましいですよね。今日はこれね、FX30 で収録しております。久しぶりですよね。やっぱね、FX30 は手放せないです。なぜかというと、電源供給しながら、電気が安定していれば、電源が安定していれば、メモリーカードが、あるだけずっと取れるはずなんですよね。もう十何時間でも取れるはず。今これ512ギガとかも入れてますが、もう絶対取れるはずっていう安心感あるんですよね。やっぱり業務機。で、ただやっぱりちょっと重たいよねっていうところで、気軽に、Vlog っていう時ではなく、やっぱり対談とかなんですよね。でも僕も一応 YouTube 毎日配信してる中で対談とかはあるわけですよ。そういった時に安定運用するっていうでは、もう絶対に FX30 は ZV-E1 でいいんじゃないのっていう方もいらっしゃると思うんですよね。重さだけで言えばね。レンズはフルサイズの分だけ重くなるんですが、重さだけでは一緒ぐらいじゃんっていう方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりこの熱暴走といいますか、熱停止がのあるなしっていうところ、 4K30 を10時間回せますかっていう、そこの安心感で言うと、やっぱりもう僕は FX30 がベターかなっていうね。FX3 じゃなぜないかっていうと、レンズです。今これ撮ってるのが E の PZ10-20 の F4G っていうレンズなんですけども、170g で、35mm 換算 15-30mm っていう。このレンズが一番使いたいっていう感じなんですよね。で、プラスアルファでもちろん FX30 のマイク性能もいいんですが、つい最近出ました。こちらでございます。この ECM-M1 で今日は収録しているんですよ。で、指向性は、A 指向性。さらに狭い超指向性っていうのもあるんですけれども、いろいろと超指向性、A 指向性、そして90度で、全方位とかっていうね、もう今回モードがめっちゃ選べるんですよ。こんな感じで、2、4、6、8つぐらい選べるのかな。前と後ろだけ撮るとかね。なので、今までの紙マイクにはないのは、後ろからでも綺麗に撮るよみたいなモードがあるんですよ。この辺はやっぱり ZV-1 とかからのフィードバック、内蔵の、マイク性能のフィードバックから多分このマイクは検証というか、やっぱり作られてると思うので、この、紙マイクと呼ばれてる ECM-B1M だっけな、これから4年ぐらい経ってるんですかね。3、4年は経ってると思うので、やっぱその3年の進化っていうのがコンパクトな筐体の中にめっちゃ小さいんですよ。このコンパクトな筐体の中に入っているっていうところで、あとは音質どうでしょうか。先ほど今日のね、メインチャンネルでこのマイクのレビューを出すんですけども、いろいろ聞いた結果、紙マイクよりもね、正直、この A 指向性の僕のこの話ね、超指向性にするとですね、この環境下では若干狭すぎたかな。狭すぎて、ちょっとこう、声が羽織るというかね、デジタルで全部オートで収録している関係もあるので、もしかしたら狭すぎて、ちょっと離れて喋るぐらいがもしかしたら、A 指向性、超 A 指向性はいいのかなとかっていう、まだちょっと検証はできてないです。なので今はこれ A 指向性が多分一番ベストバランスだなっていうふうに、先ほど使った結果感じたので、一人喋りは、当面これでいいんじゃないのかななんて、思っている次第でございますが、これ聞いていただいてていかがでしょうか。皆さん、ぜひね、コメント欄にて、普段はね、もちろんこれ、ゼンハイザーの MK1416 使ってますから、これはね、もう本当に、10何万円、15万ぐらいするマイクで、これに変えてから、正直僕のこのサブチャンネルっていうところは、非常に音質、マイク沼って言いますか、マイクの旅からは一回、解放されたかなって感じです。めちゃくちゃ満足してて、この1年以上、僕の場合1日2本配信しますから、1年間で720本動画作ってるんですよ。ただ喋ってるだけなんですけど、ほぼ。で、その上で一番収録してるマイクはもちろん MKH416 で、これで自分で聞いてても気持ちいいですし、おそらくこれ、毎日このサブチャンネルは、何の音もね、変更もなく、ただ撮って出し、ムービーも、音質も取ったまんまで皆様にお届けしているので、完全な、ある意味生の音っていうところのマイクの性能では一番マイクテストしやすい環境がこのサブチャンネルなんですよね。なので、そういった意味では MK1416 のポテンシャル、もちろんチューンアップはしてるんですけれども、タスカムのオーディオインターフェースで結構ローをカットしないと繊細すぎてモコモコしちゃったり、低音を拾いすぎちゃって、ちょっとハウリング起こってるような、モコモコするような感じなんですよね。リバーブまではいかないんですけれども、なので今そのローをかなりカットして収録すると一発収録で何のエフェクトもかけないで結構完全な体勢で収録できるかなと。なのでこのマイクに関してもいろんな指向性がある中、ただ指向性があったとしてももともと持ってるそのマイクのポテンシャルがいいか悪いかっていう方が結局は大事だと思ってるんですよね。あとは距離感とかその指向性のいい部分を拾っていくということになるんですが、今この環境下で収録においては、僕の場合は現状は超指向性よりも A 指向性で、ある程度こうちょっとルーズになるぐらいだったら、そこまで声のね、振り幅が少ない方がいいのかなというふうに思っておりまして、これで今日は収録しています。ぜひコメント欄で、どういう感じですよとか、まあ普段と比べるとですが、まあ悪くないんじゃないですかとかお聞かせ願えたらと思っております。っていうところで、今僕が、例えばですが、このサクッとね、収録しようと思うと、まあ出張に持っていくカメラはもう FX30 ではなく ZV-1 II だなっていうのはまあほぼ確定してるんですよ。ムービーに関してね。これでいいでしょと。マイクがね結構優秀で全方位、前の指向性っていうところのカプセルが結構優秀で ZV-1 II もね。まあ僕の中でもこのコンパクトさでここまでマイクが優秀であればまあこれでいいでしょになっちゃってるんですよね。なので、ですが、やっぱりこのマイクですよ。このECM-M1 の登場によって ZV-1 II にはひっつかないんですよね。これに対応してくれたら最高なんですけど、まあいかんせん NPBX1 っていう ZV-1 系のバッテリーが小さいですから、で、ね、電圧も弱いでしょうから、マイクに安定して電源を供給するっていう上では、さすがにこのクラス FZ 級のバッテリーじゃないと厳しいんだろうなってことが、まあ、予想されますよね。まあね、僕の場合10分ぐらいしか収録しないので、ぜひともこのファームウェアアップデートで、なんとか ECM の、M1 対応してくれて嬉しいですが、ZV-1 でも対応してなかったのでちょっと厳しいですかね、さすがにね。なんかアナログだと使えますよっていう噂とかも、話とかもいただいてたんですけど、やっぱ使えないみたいで。なので、結局は ZV-1 Mark II は、やっぱりまあどうしても音、周りがうるさいとかっていうんであれば、これピンマイクつけて運用するか、まあそのままカメラ単体で運用するというのはベターなのかなと。で、こういう環境での、ある程度周りが静かで収録するだけだったらもう十分なので、全指向性にして、前の指向性にして、収録すればかなりね、音質いいんですよね。なんでやっぱソニーのカメラすげえなと思うんですよね。こういう気楽に一人喋りで、本当に YouTube ですよね。皆さんに情報をお届けとか、自分の思いをお届けするには、まあもうソニーですよ。で、もう本当、それの、例えば ZV-E1 とか ZV-10 とか、その辺がを使う方はもうこれ買っときゃ、もうマイクにおいてはもうほぼ無敵じゃないかなと。なので、次なんですけど、また欲が出てきまして、ソニーの動画機に関しては、ZV-1 サイズ、なので、要は ZV-E10 Mark II ですね。ここかなっていうふうに思い始めてます。手ぶれに強い ZV-E10。ZV-10 はちょっと手ぶれ弱いんで、歩き動画とかではね。ZV-1 のアクティブ手ぶれ補正バッチリ。ZV-1 Mark II バッチリでしょ。で、焦点距離 22mm だから、アクティブ手ぶれ補正もすごい効くんですよね。ZV-E10 の Mark II だと手ぶれ補正がさらに強くなって、そしてこの、ECM-M1 も使えて、で、コンパクトな筐体で、そしたらこれがつくんですよね。今僕が使っている、E の PZ10 20がつくので、まあ比較的軽く運用できるんじゃないかなっていうね、そうなると、筐体が 300g 台とかで、400ジャストとかで、まあそれでも 500g か。でもやっぱちょっとでかいね。なんで今回、これ買ったのはまあ、やっぱいいマイクだなと思うんですが、FX30 で、2人の対談の時は多分ピンマイク使うんですよね。今日この後3人で対談するので、その時にはまさに今日デビュー戦になるんですよ。FX30 と。なのでいろいろともう急ピッチで今日届いたので、この ECM-M1 が。急ピッチで今検証してるんですけれども、いかがでしょうかね。本当に。もう本当にね、ソニーのカメラは写りがどうこうとか、その前にマイクがね、やっぱ優秀すぎて、結局そこの部分がもう僕にとってはたまらないっていう感じなんですよね。楽。とにかく。いつも言ってるんですけど、YouTube ってみんななんかおしゃれな映像を撮んなきゃいけないとか、企画とかって言ってるかもしれないんですけど、一番ベースのファンダメンタルとか基礎の基礎はもう音声なんですよ。音声が割れてたり、いつも聞き取りにくかったり、モコモコしてたりとか、で、ザラザラ、ガラガラとかってなると、もう聞いてらんないんですよね。なのでノイズになっちゃうから、せっかくどんだけいいこと言ってても、どんだけいいかっこいいムービー作ったとしても、音声が音割れとかしてると、多分ね、もう僕だったら見ないっていう風になっちゃうんですよね。それが分かってるからこそ、常に、僕のこの YouTube の旅は常にマイクの旅と言っても過言ではないと。なので、ソニー機っていうのはね、まあ、色に関してはやっぱりライカとキヤノンがいいですよ。もう、これはもう厳然たる事実。もうやたらと青をかぶったり、謎にオレンジに転んだりとかはしないのでね、ソニーみたいに。まあ、最近はソニーもカラーセンス頑張ってますが、機種ごとにばらつきなので、なかなか使いにくいと。ですが、この、音声、マイクの性能と、オートフォーカスはね、もうキヤノンもソニーももうバッチリなんで、そこはまあ、どっちでもいいかなって感じですけれども、あとは、この、一回ピッと押して、この FX シリーズみたいに、熱停止を一切気にしなくて運用できるっていう、熱が熱いですよとかっていうモードとかも一切出ないのでね、この辺の安心感はやっぱりでかいのかなっていうふうには最近思っておりますので、最後そうだな。ちょっとせっかくなんで、ちょっと超鋭指向性にして、間違えた。はい、これがね、超鋭指向性。今までがこうだったとすると、めっちゃ狭い感じ。なんで、普段通り喋ると、さっきね、検証結果ではメインチャンネルではモコモコしたんですよ。で、これが今、どれぐらいかな、距離まで50センチぐらいで喋ってるんですよね。これがもしかしたらこの辺、今これが70センチぐらいで喋ってるんですよ。超鋭指向性ね。ちょっと下がって、ズーム。よいしょ。ちょっと下がって、喋るぐらいの方がめっちゃ狭いとこ拾うんで、逆にこの辺が声のスイートスポットなんじゃないかなっていうふうに、さっき検証しててちょっと思ったんですよね。これが今、手伸ばしても、さっきはこの距離でした。この距離だったのを、10センチ下がって、20センチ下がって、今がこれが70センチ、80センチぐらいかな。この辺で喋ると、もしかしたら、ただ音声はちょっとゲージ的には小さくなっているので、まあどういう感じかなと思うんですけれども、超鋭指向性に関して、まあ普段の、ちょっと戻します。画角も含めて戻して、このぐらいで、普段はこうやって喋ってるんですよね。このぐらいの距離。まあ手伸ばせば届くっていう40センチぐらいかな。これぐらい喋ってるんですが、超鋭指向性にするとモコモコしてたなーっていう感じなんですよね。なので、まあ僕は普段こういう、特にこの場所で、よいしょ。これが鋭指向性。普段この場所でね、ここにモニターとかもあってすぐに反響しちゃうような劣悪な環境でいつも収録してるので、まあそれでやるんだったら、一番のスイートスポットっていうのは、このECM-M1 に関してはこの A 指向性でこうやって一人喋りやるっていうのはなんか一番ベターなんじゃないかなっていうふうには思ったりしております。やっぱ先ほどよりかは音量のゲージも上がってますし、低音と高音のバランス、ブレンド具合も検証結果では一番良かった気がしてるんですよね。ぜひちょっといろいろなご意見、あとは今日の、夜のメインチャンネルの方でも徹底検証しておりますので、いかにこの逆に言うと MK1416 ってマジでいいマイクなんだなっていうのも改めて、お聞きいただけることにもなるかなと思いますので、楽しんでいただけたらと思っております。ということで今日もお疲れ様でお過ごしください。西田太郎でした。どうも。